本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか、てめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。果たしてその異性、本物か見せてもらおうか。無限スピアにこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。よせ、お前の口車には乗らねえ。なるほど、影すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りない。そら、ぶっ飛ばす。もう一気に空飛ばす。奴に近いものを感じる。柱まではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。頭、車、ゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輩は皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、マルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから
代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ、おう。随分なことだ。オビト、お前が人にとっての害になるのだ。俺たちはそれを排除するだけだ。やっ、あのナルト、向こうの方は大丈夫なのか。ショーボン、はい、超えろ、戦車ギルト。まだろ、ち。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。まあ、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かないかな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな。カカシ、オビト、お前が壁として立ちはだかる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが。準備